英語の主語、サブジェクトは実にシンプルです。単純に動詞の言う動作をするやつです。あえてやつというのは人でない場合もあるからです。そして命令したり頼んだりする場合などの例外を除いて必ず言います。ですから英語はほとんどいつでも次のように言っていると理解して構いません。そして ここが一番大事な部分ですのでしっかり押さえておいてくださいね。何何何何かかかかすすするるるががってちょっとおかしく聞こえるかもしれませんがどういうことかというと例えば体重が増えたこれ日本語なら「体重」が主語ですね。でも英語なら 普通、体重は単なる数値で体重が何かをするわけではないからです何かをしたのは誰でしょうこの文を言ってる本人ですねその人が自分の体重を増やしたんですですから例えば I've gained some weightI've put on a few pounds 少し語彙力がつけばこんな自然な英語が言えますが そうでなくてもこういう場合に「愛」を主語にする発想が身につけばあなたの英語力は学習次第でどんどんネイティブのそれに近づいていきます他の例も見てみましょううちの会社は服装が自由だ私の会社は何を着てもいい My company is とやってしまいそうにならないでしょうか。そして苦し紛れに My company is c l o t h e s free などとやってしまいます。これはもうちょっと英語ではないですね。あるいは My company can wear My company can wear free clothes などとやってしまわないでしょうか。 私は服を着ている会社を見たことがありません。何かするやつが何かするという発想で考えてみてください。日本語にとらわれずこの文の言う意味をイメージしてください。思い思いの好きな服を着ている社員たちをイメージできるはずです。何かをする人はもちろんあなたを含めた社員たちです。 その人たちがどうするのでしょうですから、次のようなシンプルな英語になるはずです。We can wear anything we like at my company. 少しボキャブラリーがある人は、Dress code という言葉を使って We have no dress code at my company. We have、no dress code at my company. とすることもできますねどうでしょうお分かりいただけましたでしょうか英語の発想とはまずとりあえず subject and verb 主語と動詞から与えてしまおうとすることですが主語の発想自体日本語と英語とではこんなに違うんですね 英語のの方がが、はるかにシンプルなのですが日本語のある意味ちょっとややこしいテーマとしての主語の発想に慣れている私たちはどうしても日本語の「何々は」という感覚で英語も話そうとしてしまって日本人ににししか通じなないジャパングリッシュになってしまうんですね。そうならないためにも「何かするやつが何かする」といつでも言おうとすることです。 少し練習してみましょう。